ランチェスカです。エスさんです。さあ、イタチさん、クリスマスですよ。メリークリスマス。メリークリスマス。クリスマス、当日といえばです。何がありますか？プレゼント。チキン。それもあるけど。シャンメリー。もっと大事なものあるじゃないですか。クリスマスといえば、クリスマスケーキでしょ。ですね。そうなんです。持ってきましたよ、お土産を。お土産？はい。クリスマスケーキ。はい。なんと。クリスマスケーキを紹介するだけのシンプルな動画でお送りいたします。もう11月ぐらいから予約しておりました。ありがとうございます。全然。ちょっとバッグに入れてきたけ。でも、あの動画で言ってたじゃないですか。ちょっと寝込んでた時に、アイス、さっきまで買ってきてくれた時に、もう予約しましたよって言ってた例の物が届いたわけですね。はい。ちょっとね、落としたら大変なんで、バッグに入れて持ってきました。おー、かわいい。バッグ、専用バッグ、でかい思ってたり。31でサンリオのクリスマスケーキを予約したらもらえるという。保冷ボックス、おまけでくれるかなって思ったらもうこれに入れてくれました。確かに保冷ボックス、まあ、店舗さんによるかもしれんけどね、うん、もしかしたら見返るのかな。子供も持って帰れるよみたいな感じで、このままこうやってくれた感じだね、うん、持って帰ってきました。はい、この中に今年のクリスマスケーキが入っているということで、開封してめでめでしていきたいと思います。うん、開けますよ。ありがとうございます。まず箱から出しますね。ピーン。ろうそくが入ってるんだよね。ピピーン。どうですか？わあ、かわいい。で、落とすんやろ。もう笑うよ。やめて。そういう振りに弱いよ。落とすなよ、落とすなよ。おっと。じゃーん。かわいいです。じゃあ、ポムのとこください。え？なんかその周りに貼ってるフィルムも可愛いよね。この周りでしょ。そう、ほんで今見せれんけど、誰しもケーキ食べ終わった後見たらサンリオらしいです。このね。そう可愛い。シナモン、ポンポンプリン、キティちゃん、ポチャッコの4種類いろんな味が入ってるケーキになってます。取り合いになるな、これは。ほらほら、殴り合います。可愛いです。ありがとうございます。こんな素敵なケーキをいただいて。それでですね、ケーキ、はい、うん、この後食べようってことなんですけど、うん、今日は何してきたんですか？ご報告。ゲーセンに行ってきました。また行ってきました。うん、で、ちょうどね、クリスマス24日のイブの日に投入予定でサイトに出てたポンポンプリンがありまして、うん、紅白ポム、紅白リボンついたポムだったんですけど、それをね、狙って行ってきましたよ。こちらです。じゃじゃーん。でっかいポンポンプリン。なんか似たようなの持ってないか。このリボンはね、この子しかない。似たような。いや、このリボンの紅白カラーは、いや、色が違う。ディティールが違う。フォルムが違う。かわいい。このね、ポンプリン欲しいなって思っとって、紅白、まあ、クリスマスっぽくもあるけど、やっぱりお正月が近いじゃないですか。うん、で、無事にお迎えすることができたので、うん、これで私はようやく2022年を迎えることができそうです。新年、年越しのための準備です。これちぎっとこうか。やめて。ただの野生のフォームや。野生のフォームっていうな。でもね、まあ、この子も割と大変だったね。けど、それよりももっと大変だった子がおるんですよ。チラチラ見えていますが。頭がでかいな。ポッチャマです。さあ、ここで問題です。イタチさんのポッチャマと私のポムポムプリン、2つ合わせて一体トータルでいくらかかったでしょうか？1万円やばいな。でも1万円はかかった。レフラブ2人で等にかかった。超えてたかも。なんかね、あのクリスマス設定的なんだったんかな。ちょっと設定絡めだったね。だいぶ絡めだって、最後は取れたし、楽しめたし、たまにはいいよねっていう子、ありがとうございます。はい、クリスマス当日にゲーセンに行く女子2人よ。いやでも楽しいじゃん。楽しいけど、改めて考えてみて、聖なる夜に2人揃ってゲーセンに行く、ダメなん？
いや、いいけど。寂しいな、的な。そう。だって普通ね、聖なる夜といえばね、こうなんか特別な、キャッキャ、ウフフな感じでしょ。おほほほって、聖の6時間って言いますもんね。そうそうそう、ほら12時から6時が聖の6時間ですもんね。下ネタを言えって誰が言ったん。言うのって、キャッ、ウフフって言ったらそういうことしかなくね。いやいや、想像しすぎやから。じゃあ逆に何ですか、キャッハウフフって。ケーキ食べてるのこれ、キャッハウフフに入らない。違います。お手手繋いでルミネーション見て、綺麗だね、キャッキャッ。でもその後は聖の6時間やろ。またそんなことに繋げていくチャラいわ、この人の下水は。え、でも結局は、聖の6時間。またそれ、言いたいだけだろ、どうせ。聖の6時間っていう単語言いたいだけだろ。そんなことないですよ。それで、10月ぐらいに生まれる子供が多いんですよ。10月生まれの人が気まずくなるだろ。うちのばあちゃん10月生まれ。あ、じゃあきっと、ご両親が聖の6時間。こらうちのばあちゃん10月23日生まれや。10月。ということで、それなりに素敵なクリスマスを過ごしておるのでした。ちゃんちゃん、あは、うふふ、俺と6時間しようぜ。ほら、うちの子も虚勢しとうけん。もう虚勢済みやけん。でもポッチャマもオスなんだよね。ここからまた来年に向けて大掃除とかね、いろいろ忙しい時期になると思いますが、頑張っていろいろ片付けて来年素敵な新年を迎えましょう。車が多いから事故には気をつけるんやね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。